皆さん、こんにちは。お尻かじり虫のキャラクターの声や、たまごっちなど多くのアニメやゲームで、声優として活躍している金田朋子さん。そんな金田朋子さんのぶっ飛んだ性格が、発達障害や薬のせいと噂されています。他にも、旦那さんが浮気症なのではという噂や、離婚についてまとめてみましたので、お伝えしていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速、金田朋子さんのプロフィールから見ていきましょう。名前、金田朋子。愛称、ともおちゃん、金友、ともお先生。出生地、神奈川県横浜市。生年月日、1973年5月29日。血液型、B 型。身長、150cm。職業、声優、ナレーター、タレント。事務所、アクロスエンタテインメント。配偶者、森渉。金田朋子さんは日本の女性声優、ナレーター、ラジオパーソナリティ、タレントで、さまざまな場面で活躍しています。神奈川県横浜市出身で、関東学院大学工学部建築学科卒。学位は学士、工学だそうです。青二塾東京校第二部一期生卒業後、2011年4月まで青二プロダクション所属。フリー期間を経て、同年8月より現事務所所属しています。養成所では、声優にならないのは世界の損失だと言わしめたという特徴的な性質で、2000年にデビューを果たします。その後、アズマンが大王の美浜千代役や、お願いティーチャーのマリエ役などで知名度を上げ、ケロロ軍曹、ナルト、ナルトなどの有名アニメにも出演しています。代表作としては、本人も自己紹介的によく引き合いに出す、お尻かじり虫でしょうか。金田朋子さんは、めちゃイケ新メンバー1万人オーディションに参加し、2013年にはアウトデラックスに出演すると一躍注目を浴び、その後も多くのバラエティ番組に出演するようになりました。金田朋子さんは被り物好きで、家に50点以上のコレクションがあり、自宅では常に身につけ家事などをこなし、外出時にも被るそうです。トイレでは地蔵、キュウリを食べる時にはカッパ、夜の生活の時にはマリリン・モンローと、行動に応じて被り分けているとのことでした。そんな金田朋子さんですが、なかなかぶっ飛んでいることで知られていますよね。そんな彼女のぶっ飛びエピソードをいくつかご紹介します。1. 声がノイズ。金田朋子さんは声が特徴的ですよね。ある音声変換ソフトに彼女の声を当てたところ、なぜかノイズとして認識されてしまい、原因を調べてみると、彼女の声には人間の耳の可聴域を超えた 20kHz 超の超音波が含まれていたというエピソードがあります。 2. オウムに間違われた。動物園のオウムの前で友達と話していたら、後ろの客に、このオウムおしゃべりうまいわねと言われ、しょうがなく話し続けたとのこと。とんだ災難ですね。 3. 面接で怒られる。就職試験の面接の際、いつも、君その声ふざけてるのと言われるそう。想像はつきますが、かわいそうですね、などなど、特に声に関する逸話が多いようですね。そんな破天荒な金田朋子さんには、発達障害や薬物の使用を疑う声が。しかし、テレビで見せるぶっ飛びキャラは全て計算のようです。かなりのぶっ飛びキャラでありながら、視聴者を不快にさせるレベルまでにはやりすぎず、スキャンダルとは無縁のおしどり夫婦でもあります。バラエティ番組としてはいつも天然で強烈なキャラを求めているだろうし、やりすぎずにいい塩梅で暴れてくれる存在であればなおさらですね。ましてや視聴者からの好感度も悪くないとなれば、金田朋子さんほどの敵役は今のところいないかもしれない。またそれらも本人の計算ないではないかとの意見も一部にはあるようだが、そうしたミステリアスな部分もまた金田の魅力の一つなのだろう。いずれにしろ、金田朋子はこれまでにはない超電波声優タレントとして息の長い活動をしていく可能性がありそうだ。
といくつかの週刊誌は語っていました。先ほどスキャンダルとは無縁のおしどり夫婦とご紹介しましたが、一方で旦那さんは浮気症という噂も出ています。金田智子さんと旦那の森渉さん、二人が並んでも同い年に見えるのですが、実は奥さんの金田智子さんの方が実際も年上なのです。旦那森渉さんは今年32歳、奥さん金田智子さんは今年42歳。奥さんの童顔なキャラクターが原因だとは思います。浮気の噂としては、まず AKB48 の小島春奈さんとの噂がありました。 AKB48 は恋愛禁止のグループとして有名です。その中でも有名メンバーの小島春奈さんとの熱愛発覚、周囲は心配になりました。しかしこの噂は全くの嘘だったことが発覚しました。それは2人が TBS の山田太郎物語というドラマで共演したことがきっかけで噂になっただけのようです。イケメンの俳優さんですから噂になってしまったようですね。またその他に浮気癖があると噂になってしまった原因に、バラエティ番組でのドッキリ企画が原因となっているようです。森渉さんが金田智子さんに浮気のドッキリを仕掛けるという面白そうな内容だったのですが、金田さんの独特なキャラクターが生きてしまい、残念ながら浮気ドッキリは不発で終了してしまいました。でもテレビの企画だったものが現実に浮気癖がある人と世間に勘違いされてしまってはたまったものではありません。やはりこの夫妻はラブラブで楽しい生活を送っていることでしょう。ラブラブな夫婦ではありますが、結婚生活はどのようなものなのでしょうか。旦那は彼女と結婚した理由について、世界一綺麗な人ではなく世界一面白い人と結婚しようと思ったと告白。ずっと一緒に楽しい時間を過ごせる相手が彼には金田智子さんだったというのです。さらに芸能人夫婦をさまざまな視点から根掘り葉掘り掘り下げるトーク番組、妻と夫の根掘り葉掘り完璧な夫婦はありえないに夫婦で出演された際にも仲の良さを発揮していました。収録後オードリー若林さんは、どの夫婦もそれぞれを補いつつ二人の関係性が完成していくんだなと思い、よくそんな相性のいい二人が出会ったなとずっと感心していました。いろんな夫婦のぶっちゃけ話を聞くと意外と勉強になりますと感想を語り、アンジャッシュ渡部さんは、金田さんが一番やばい方と思っていましたが、旦那の森さんもかなりやばい人でした。その二人がお互いを認め合って過ごしているのが分かって面白かったです。金田さんだけでなく森さんも金田さん以外の女性には受け入れられないなと思いました。わらと森&金田夫妻の衝撃事実に驚いていました。しかしそんな仲がいいと言われている夫婦にも亀裂が。7月20日それぞれブログを更新し離婚したことを報告しました。金田智子さんは、この度皆様にご報告があります。先日私金田智子と森渉は婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました。突然このようなご報告になってしまい申し訳ありませんと伝えました。家族3人の幸せについて何度も話し合った結果、心だけは家族のままでいたいと思い、この判断になりました。渉くんと知り合ってから15年、お互いの夢を叶えるために二人三脚で頑張ってきましたが、いくつものステップを登っていく中で私にとって夢を追うことがいつの間にか負担になりプレッシャーに感じるようになっていましたと本音を記しています。そこに娘も生まれ、ありがたいことに娘にも大きな夢ができて、さらに渉くんには近代五種という競技でオリンピック出場という新たな夢もできて、私が感じるプレッシャーはさらに大きくなってしまい、このままではまずいという気持ちが大きくなっていきました。それでも渉くんと娘の夢を応援したい気持ちは変わらず、ギリギリまで踏ん張ってみましたが、それとともに少しずつ笑顔でいられる時間が生活から減っていきましたと綴っています。渉くんは私の笑顔を奪ってまで夢を追う必要はないと言ってくれていたので、普通であればここで夢を諦める選択肢を選ぶのかなと思います。
しかし彼は本当に努力家で我慢強くて、夢を叶える力を持っている人だと信じているので、彼の大きな夢を私のせいで諦めるのは申し訳ないという思いもあり、何度話し合っても夢を諦めるという結論には至りませんでした。それでもやっぱり私自身も笑顔でいたいし、大好きな娘の前でも嘘のない笑顔を見せたいし、笑顔を取り戻すために何ができるかを絞り出した私の答えが、戸籍上の夫婦関係をやめるというものでしたと分かっています。変わった感覚かもしれませんが、私の中では婚姻関係でなくなれば絶対に夢をサポートしなければいけないという責任感からではなく、心から応援できると思いました。渡る君に夢を諦めてもらうわけでもなく、私も笑顔を犠牲にするわけでもなく、それぞれがそれぞれのペースで笑顔で生きていくために、そして家族の心が二度とバラバラにならないために、このような形が我が家には最適なのかなという結論に至りましたと離婚に至った理由を記しました。もしかしたら常識とは違う選択かもしれませんが、これからも家族3人で活動していきたいと思っておりますし、これまで以上に3人で力を合わせて大きな夢に挑戦していきたいと思っています。そしてこの形で良かったと娘が未来で思ってくれるよう努力することが親としての責任だと思って精進してまいりますと決意し、長くなりましたが、ここまで読んでくださり本当にありがとうございます。渡る君にも娘にも支えてくださる皆様にも本当に感謝しかありません。こんな私たち家族ですが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです。よろしくお願いしますと呼びかけました。森さんも自身のブログで離婚したことを報告し、夢を諦めるわけでもなく、笑顔を犠牲にするわけでもなく、それぞれがそれぞれのペースで笑顔で生きていくために、そして家族の心が二度とバラバラにならないために、このような答えになりましたということなので、これからも家族3人で活動していきたいと思っておりますし、家族3人で大きな夢も叶えるために頑張っていきたいと思っていますと前向きに語っています。家族3人というワードからわかるように、2017年6月20日には第1子となる女児を出産されています。しかしネット上ではこれまでに金田智子さんの娘はダウン症ではないかいうことが言われています。どうやら金田智子さんの娘がダウン症だと言われたのは、金田智子さんが出産した時の年齢が44歳という高齢出産だったためのようで、高齢出産となると染色体異常が原因でダウン症の子供が生まれる確率が高くなり、母親が40歳で出産すると約100人に1人の割合になることから、ダウン症の噂になったのだそうです。さらに金田智子さんの子供が歩かないなんて噂が聞かれたこともあって、発達障害だと思われたりもしていますが、金田智子さんや旦那さんの森渉さんのブログでは、娘さんは歩き始めが遅かっただけで、その後は歩いている様子が報告されているので、単なる噂が大きく広まっただけのようですね。金田智子さんの娘さんは知恵という名前が付けられていて、金田智子さんと知恵ちゃんが似ているとネット上では話題になっているようです。 SNS に画像が上がっているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そして金田智子さんには流産した過去があったそうです。金田智子さんは44歳で子供を出産されているのですが、実はその前に一度妊娠してたと言われているのですが、それが流産だったようなんです。金田智子さんは2013年に結婚されて、3年後子作りを始めてすぐの2016年に妊娠されているそうです。予定日は2016年11月22日だということも分かっていたようですが、妊娠2ヶ月で流産されてしまっているそうです。流産されるというだけでもとても悲しい思いをされたと思うのですが、流産された際に金田智子さんは医師から、40歳を過ぎたら自然妊娠の確率が 5% だということを聞かされて、不妊治療の勉強をされたんだとか。また森渉さんも流産したことで、自分が仕事でもう少し成果を上げてからと待たせてしまっていたということに責任を感じ、神様にお願いしていたんだとか。しかし知恵ちゃんが生まれたことで、
現在では幸せな家庭を築いているようです。いかがでしたでしょうか。今後も公私ともに順風満帆な生活を送っていってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。